羽生結弦、黒柳徹子との会話で見せた王子様ぶりに反響、素晴らしい青年。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケーターの羽生結弦選手が29日、女優黒柳徹子の YouTube チャンネル、徹子の気まぐれテレビに出演。真摯な振る舞いに反響が集まった。楽屋挨拶へ、羽生選手は来月2日放送の徹子の部屋48年目突入スペシャル。テレビ朝日系に出演する。今回の動画では、羽生選手が黒柳の楽屋に挨拶する様子が映された。椅子に座って待つ黒柳がいる楽屋に羽生選手が到着。対面した羽生選手は、ご無沙汰しておりますと言いながら片膝をついて黒柳の目線に合わせる。黒柳からは、これ、つまらないものですが、お召し物ですとプレゼントを受け取り、ありがとうございますと感謝。羽生選手のグッズの旗を持っているのを見て、めっちゃ嬉しいと破顔して喜んだ。関連記事、プールにドライアイス30キロ投入。有名ロシア人女性の誕生日会で3人死亡。念願の番組出演、黒柳は、大変よ。今日1時間半はお話しすると思いますけどと使えると、まあでも徹子さんとなのでと羽生選手は心配していない様子。その後は近況などについて雑談をして、よかったわ。今日はあなたに来ていただけてと黒柳。羽生選手は、こちらこそありがとうございます。ずっと出たかったんでと返答していた。黒柳の番組を称賛。羽生選手は、僕が生まれる20年前からやられてらっしゃるんですよ。と長く続く同番組を称賛。さらに、黒柳が司会を務めていた音楽番組、ザ・ベスト10、TBS 系について、あれ面白いですよね。たまに再放送されているのを何回か見て、これは面白かったんだよって親に聞かされてますと評判を伝えていた。会話を終えた羽生選手は、失礼しますと頭を下げて退出。黒柳は微笑み、可愛いとつぶやいていた。王子様ぶりに反響。動画を見たファンからは、羽生選手の振る舞いに注目が集まり、素晴らしい青年ですね。すぐに膝をついてご挨拶する羽生結弦さんの王子様ぶりといったコメントが上がっていた。放送楽しみにしてます。早く見たいなと放送を心待ちにするファンも見られる。黒柳、かわいい。羽生結弦プロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平昌オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。